ねえ、はい、スパイクによってさ、なんか違いとかあるの？選手それぞれ。なんか君の投資家とかもみんな違うんで、ああ、こだわる人こだわるし、ああ形になる人いますよね、スパイクの自分の足の、うん、ハチ君の場合だったら、そうつま先本当に親指の形になってるじゃないですか、ああ、だからハチ君のすぐ分かったり、サイズが近くても上から見たらハチ君のって分かりやすい。分かるんだ。なんかハチのやつ反り上がってない、ね、こうほら、つま先のところ、チャラくない？どういうこと？初めて聞いたぞ、お前形全然違くない？俺まっすぐじゃん。俺全然反り立ってないです。反り立ってない、めっちゃ反り立って左足とってみたいな。ちょっとここにしといて